本当に救うべき人がそこにいて、本当に救済しなければならない権利がそこにあるんであれば、これは法律を作って、法律の手によって救済する必要がある。このように考えるようになった次第であります。一つ典型例を申します。今回の熊本大分地震、被災者に義援金が振り込まれます。この義援金、何も法律上の手当をしなければ、その被災者にお金を貸している人、法律上債権者と言いますが、その債権者が差し押さえて持っていくことができます。差し押さえて持っていくんですよ。お金が50万入ったらしめしめと、もっと裁判所を通じて。だけどそれはやっぱりおかしいでしょと。被災者に支払われる義援金というのは善意に基づくものですし、それまで差し押さえはおかしい、国民感情に合わない。だから今回国会で義援金、今回の地震に関しては義援金差し押さえを禁止するという法律が成立いたしました。これがまさに法律の力によって救済すべき権利を救済する、そういう典型例だと思っております。私30年以上弁護士をやってきまして、そういうちょっと法律を変えればもうちょっと良くなるのにという場面にたくさん遭遇してきましたので、私が法律を作る立場に身を置きましたら、積極的にそういう活動をしてまいりたいというふうに思っております。